皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今回は、ウプ主がタンプレにもらったお金で買った、外付け HDD の紹介をします。なのでまたあの底辺肉塊に働かされることになりました。許せん。ウプ主が購入した HDD の名前はカンビオの、HDTPA4U3B です。USB 外付けの 4TB のハードディスクですね。ただし、Windows 11で接続したところ、使用可能領域は 3.63TB でした。USB 3.2 Gen 1から USB 2.0 を使用できます。出荷時のフォーマットは NTFS です。消費電力は USB バスパワー DC5V、4.5W でした。サイズは幅 78mm、奥行き 109mm、高さは 19.5mm です。メーカーは東芝デバイスストレージ株式会社で、それをバッファローが販売しているようです。使用条件は周囲の温度が5度から35度で、その上で結露がないようにしなければなりません。これは CQ ボルトには非対応なようです。気になるお値段は、家の近くの山田で、11,862円、税込み13,048円でした。素晴らしい。騒音は、今のところほとんどありません。本当にたまーに、一瞬だけブーンとなるくらいです。それも、ほとんど気にならないくらいの音です。見た目はこんな感じです。シンプルな四角です。それで、ケーブルがちょっと特殊でした。片方は普通のタイプ A ですが、もう片方がちょっと変わっています。こんな感じですね。でも、よく見たら半分くらいマイクロ B ですよね。なので普通のケーブルで挿してみました。その結果、普通に動きました。おお。というわけで、付属のケーブルが壊れても、普通のケーブルで代替できるようです。ただ、もしかしたらおかしくなるかもしれないので、付属のケーブルを使うのが一番ですね。説明は以上です。それではここで終わります。さようなら。さようなら。